めっちゃうまいんですよ、でもこれは四天王寺、大阪に住んでた時に四天王寺ってお寺があって、お寺に鳩がめちゃくちゃたくさんいるんですけど、亀もめちゃくちゃたくさんいるんですけど、そこ の, あの鳩の横で鳩に気づかれないように鳩の鳴き真似をするっていうのを紛れる、そう紛れる、これは結構音量がちっちゃいんで、あのちょっと
フォローしてあるね。はい、いいですか。私は久しぶりやねんな。準備できました。ちょっと待って。じゃあやろうか。いる本当にほんまにハトがいるっていう。これね、電車の中でやってても全然気づかない。電車の中がいると思われ。聞こえへんと思う。皆さんの電車の中でよかったら今誰にも気づかれずにハトの練習してるっていう気持ちでやってみてください。なかなかできないですよ。何ハトなんですか。ドバシタ。ドバシタ。キコバト。キヤキコバト。あの盛り上げだ、聞こえへんこと。ああ、そうですね。やろうか。お願いします。それでは秋の曲をね、山化粧という曲をどうぞ西本さん。Thank you.
Le le la le le la la le 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 la le le la la le 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 la le le la la le 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 la le le la la le le la le la la le 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 la le le la la le 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 la le la le la le le la le le la la le 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 la le le la la le 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 la le le la la le 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 la le le la la le le la le so la la le la le la le le la le so du ti la ti la ti le le
ちはコロイドと申します。はじめましてのお方も、今日 の、ミュージシャンの人も大体みんなはじめましての人、まあ、改めましてはじめましての人も多くて、こんなすごい夜を企画していただいた楠本さん、楠本さんありがとうございます。ですね、この5人メンバーでやっておるのですが、コロイドという化学記号が化学用語がございまして、粒々が粒々それぞれ混じり合わへんように粒々しているけれども、実はむっちゃ固まっているよっていう化学用語らしくって、マヨネーズとか、実は混ざってないよ。なんかよくすごい分かりやすいのが乳化、分かります？パスタとか作ってる時もガタ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 って鍋をガタ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 ってしたら、なんかお湯がだんだん油と混ざって白くなってきて、でも置いとくとまたなんか分かれちゃう、お湯と油に。あ、分かれちゃうんですか？分かれへんの？分かれないのがコロイドだと把握しておりました。コロイド状になったら分かれた風にはならないね。確かに牛乳はずっと牛乳。牛乳もコロイドだそうです。でも牛乳も分離することあるよね。あ、そうだね。どっか、すいません。バンド名をつけてしまいました。すいません。今日私ニューハテナさんの、はい、フロントの ここのお二人が姉妹で、うん、声の親和性がすごかったです。すごかったんですよって皆さん聞いてましたけど、混ざってるって思って、うん、そうっていう、混ざってるっていうか、もうね、時々どっちみたいな、うん、そうそう、でユニゾンになった時、例えば陽子ちゃんと私で、うん、なんかハメハメっていうか、ついコロイドのくせにハモっちゃうのね。仕方ない。これがコロイドですよ。同じ音を出しても違う人間の違う声帯ってやっぱり全然こう違うものと違うものが流れてるって感じになるんですけど、やっぱり遺伝子が近いとすごい、体の構造もきっとね、なんかこう声帯の構造とかいろいろ近くて、すごいぴったりぴったりこうピタッてした声がこう来るんだなと思って、わーって思って、コロイドは本当にその対極、どこまでも決して混ざることもユニゾンで声出すぞと言ってもハモってしまう、5つ聞こえちゃうという。そう、でもなんかこうみんなが違う声質で出すから、なんかこう倍音っていうか、違う、その 5人だけじゃない声みたいなのが、あ、怖い話じゃないですよ、声で来るっていうことがあるんですよね。うん、いや、こんなに話してた、ポン、そう、じゃあ、そんなコロイドです。秋の曲をやろう、はい、そんなコロ、あ、秋の曲ですね、うん、収穫の歌です。Thank you.
テルタボソジャー引く引く次の曲の中国語が通じたるかどうかはまあ分かれないですけれども、ね、いやまあほら気持ちで淡々という話そう話そうっていう歌です。1,2,3,4 うやびしゃにらえんじうやび
どんな意味、あの海を見て山を見てみたいな。ちょっと忘れちゃった。ちょっとあの後でいいですか。終わってからでいいですか。すみません。あのつな今日時間的なあれで、あれで、あれで、つなが長くなっちゃう。長くなっちゃう。じゃあ飲みながら、飲みながら、待ち後で。人生そりだちりさんしじとちりさんすいすいだだだだだ人生そりだちりさんしじとちりやり直そうごめんさっきのはあの海を見て山を見て巻き戻すぎた詳しくは後ほどね詳しくは後ほどあのまあなんかみんなで話し合えばあのみんなのこう住んでいるこの地球を汚すこともなく過ごせるしみんなハッピーに過ごせると思うんですよ。身近な人がこうハッピーでいられることをこう大事にして話し合ったらいいねっていうような内容ですでした。はい、言えちゃった言えちゃったね、はい、言えちゃったね。チューニングもできちゃった、ね、できちゃったね。やってみますか。はい、はい、あ、ちょっといはい。人生そりだちりさんしじとちりさんしんしんだらだだだ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 
こうも向こうから見たこっちも、まあ、同じじゃないかというようなはあ曲でありましたありました、はい、じゃあ縁も竹縄ということで、そうでしたね、もうこれ早いね、ね、今宵ありがとうございます、盛りだくさんで盛りだくさんでしたね、はい、めっちゃ面白かったです、あの参加させていただき、はい、本当にありがとうございます、ニューハテナさん、いろんな人がいるんやなと思う小学生の感想日本は広い、日本は広いよ、広いですね、行ってみたいですね、そうだ、旅に出よう、はい、出よう、ね、またじゃあ、行きたいです、仁淀川、仁淀川、仁淀川も高知行ったことないです、実は行きます、行きます、行きます、その話後で、後で、その話をしましょう、はい、あ、じゃあ最後の最後の、はい、はい、ありがとう、じゃあ夜の船という歌で、ね、夜の
に荒らしたぼうり言うぬほこらしゃやりちめりむましゃりち向こうぬとに荒らしたぼうりありがとうございます。
もうしちゃった。